供たちも遊べるけど植物たちで触れ合って食べられるものがあったりとか、まあ、ゆくゆくはもうここは鎮守の森みたいに園を卒業しても遊びに来るような、作って終わりじゃなくて作ってからが始まり、その父兄の方々がまたそこを育てていくっていう自分の庭というか、今そのやっぱ近所付き合いはありますけど、その一緒になんかやるっていうことがそんな少ないので、まあ、一緒に作り上げれるっていうのが竹割るの大変でしたけど楽しかった。どう負けた？自然物なので、まあ、物は残ってかないんでしょうけど、心の中に温かい思い出が宿るんじゃないかなと。積み合って土掘ってとかね。大きい木になったねとかね、木の成長とかもね、楽しみだね。卒園するときに木大きくなってるかもしれんよ。ね。木植えるにしても、こっちを日陰にしたいからとか、木の種類も子供たちが取って食べたりとかできるようなやつが入ってたりとかもして、この子たちがいるときにそういうふうに木が成長するかわかんないですけど、次の世代にこうなんか楽しめる絵になっていくのはいいことだなと思って。今のね、世の中こういうものが作られていくプロセス全部こう封じ込められて見えないようになっちゃってるけど、こうやって見える化すると子どもたちはそこからいろんなことを学びながら、でも遊びながら楽しみながらできるっていうのがやっぱり今日確実に見えたなっていうのがあって、ちょっとやったらカラッと入れます。これが本当の暮らし、かつてみんなこうやってね、子どもたちも大人と一緒になって暮らしを作っていって、その中でいろんなことを学んでいったんだなと思うし。